やってらんねえ。なんだってんだ。セブだ。
세. 今閉めろ。お前のため。お主、気に入ったわ。そこはかとなく香る血の匂い、若い頃のわしにどことなく似ている、うん、これからもよろしく頼むぞ。各勢力間を器用に泳ぎ回る飛鳥忍者。じゃが八方美人は嫌王にも他から妬みを買う。今や飛鳥は同業にとって大きな障害じゃ。お主もすっかり嫌われ者じゃが、忍びとは同業に嫌われてなんぼ。嫌われ抜いて伝説になるのも一興じゃて。覚えてないの？こう
人違い。あなたはゴーよ、アスカ忍者カラスのゴーよ。あんたはキヌ、あなたと同じアスカ忍者カナリアのキヌよ。この里のことは覚えていたんでしょ。いや、ここはあの夜攻め滅ぼされて今じゃ見る影もないけど、あなたの故郷よ。なぜこんな、誰の仕業なんだ。何も知らないっていうのも案外幸せなのかもね。覚えてないんでしょ、ガムランのことも。ガムランだと。あなたが過去を忘れてしまったのも、うん、違う、あの時あなたが魂を抜かれても悪運の強さは健在か。トラバニング、カブト、下がってろ。やりおる。まあいい、どの道抜け殻に用はないわ。抜け殻か。お、こんなところに。まさかあいつもこれを探して。ここらには近づくな。言い伝えは聞くものよ。バカバカしい。ゴー、真面目に薬草を探せ。ザジ、むやみに木を傷つけてはならん。ですが、拳のつぼみは解毒作用が。この程度の木を登るのに道具を使うなというのだ。忍びたる者、わずかな痕跡も残してはならん。修行が足りんな、ザジ。卑怯者、貴様も同じことをしただろう。見つからねば勝ち。それが忍びだ。サジ、
黒鷹の座地。俺はゴー、アスカ忍者カラスのゴーだ。そうよキム。そうだ、他の仲間は。生き残ったのはあなたと私とザジだけよ。一人じゃなかった。それだけで十分だ。アスカの里を今再び。だがあいつは、ザジはなぜ俺を襲う。キム、あなたにはまだ思い出さなければいけないことがある。
Let's get... Let's get...